こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。SOS、SOS、ほーらほら呼んで。ちょ、霊夢、急に歌い出すなよ。もう、気持ちよく歌ってたのに、何よ。歌を歌うのは危険だって、あれほど言っただろ。ジャスラックが来たらどうすんだ。しょうがないわね。でも懐かしいでしょ？ピンクレディの SOS。私好きなのよ。確かに懐かしいな。1976年の曲だ。ピンクレディはこの曲で、初めてオリコン1位を取ったんだぜ。そうなの？ピンクレディってすごい人気だったらしいから、何でも1位だと思ってたわ。この曲はピンクレディの2枚目の曲だ。2枚目でオリコン1位取ってるんだから、凄まじいな。最初の曲は何だったの？デビュー曲はペッパー警部だ。この後3枚目のカルメン77で、こちらもオリコン1位を取ってるぜ。それにしても、霊夢はピンクレディのこと、どこで知ったんだ？まさかリアルタイム？違うわよ。40年以上前でしょ？そんな昔には生まれていないわ。私は永遠の19歳よ。それは永遠の16歳とか、17歳じゃないのか？微妙にサバ読んでるのか？うるさいわね。霊夢がピンクレディを知っているのは、もしかしてパチンコか？聞く。バレちゃしょうがないわね。一時期流行った、CR ピンクレディよ。ああ、第1から出ていた台だな。あれが当たって、ピンクレディは再結成した、という話もあるぐらいのヒットだったそうだな。ぐぬぬ、そんなに儲けてたの。私はひたすらお金を吸い込まれていたのに。それにしても、あの台も稼働してたのは、相当古いだろ。それに永遠の19歳は年齢的にも問題だぜ。良い子のみんなは、きちんと法律を守ろうね。SOS で思い出したけど、遭難者を探す捜索隊のヘリが、山の中で SOS のメッセージを、発見した事件があったな。ヘリが発見したなら、その人たちは助かったの？遭難していた人たちは助かったそうだが、彼らは SOS のメッセージについては、知らなかったそうなんだ。どういうこと？ちょっと怖い話なの？そのあたりのことも説明しよう。じゃあ、解説をしていくぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。まず事件が起きたのは、1989年7月24日だ。東京都の登山者男性2名が、大雪山系の黒岳から旭岳に向かう途中で、行方不明になった。大雪山系って、戸村牛山の。ああ、近いな。旭岳は戸村牛山の遭難事故でも、ルートに入っていたぜ。あの事故を思い出すわ。あれも夏の山だったでしょ？よく覚えてるな。あの事故は2009年7月16日。今回の事故のちょうど20年後だ。日付も6日しか違わないのね。ちょっと因縁めいたものを感じちゃうわね。まあ、それだけ登山としては、簡単な場所じゃないってことだろう。今回の事故も、東京からの登山者ということで、地元の情報や状況に、疎かった可能性も考えられる。戸村牛山もツアーのお客さんの登山で、ガイド3人のうち2人は地元の状況を、よく理解していなかった。1980年代以降、若者の登山離れが進み、各地の登山会や山岳会が衰退、中高年に登山が人気になり、今に至る。そうなのね。昔は若者のスポーツだったの？戦後昭和30年代、つまり1950年代後半、この辺りは従来の高校や大学の山岳部から、社会人の山岳会などに活動の主軸が移る。学生が大人になり、社会人として、活躍するようになったことも影響しているだろう。学生時代の趣味を、そのまま社会人になっても、持ち続けていたってことかもしれないわね。そう考えると1980年代に、その頃の若い社会人が現役を引退して、登山に向かったのかもしれない。そう考えると自然ね。歳を取ると急に、登山だって、目覚めるわけじゃないわよね。そうそう。霊夢みたいに突然言わないぜ。うるさいわね。ところでその遭難した東京からの二人、見つかったの？ああ、そうだったな。彼らの遭難の一報を受け、ヘリでの捜索が始まり、しばらくして二人の登山者は、無事救助されたんだ。よかった。じゃあ、今回の遭難事故の解説は終わりね。いや、実はここからが本題だ。その二人を捜索していた北海道警察のヘリコプター、銀霊1号があるものを発見したんだ。そしてその発見したあるものから、さらに新たな発見につながるんだ。ヘリが発見ってことは、結構大きいものなの？銀霊1号が発見したものだが、それは登山ルートから外れた、旭岳南方の、中別川源流部で見つかった。銀霊1号の乗務員たちが見つけたもの、それは白樺の倒木を積み上げて作られた、一辺約5メートルの SOS という木文字だった。木文字？ SOS ってことは、救助要請よね？じゃあ、さっきの東京からの登山客が作ったの？いや、彼らは無関係だったんだ。
じゃあ、他にも遭難した人がいるってこと？当然そう考えるよな。警察もそう考えた。別の遭難者がいたと考えた北海道警察は、翌日に改めてヘリコプターを派遣して、周辺を捜索した。するとその結果、SOS の木文字の付近から、動物に噛まれた後のある人骨の破片と、カセットテープ4本、テープレコーダー、リュックサック、お守り等の遺留品が発見された。じゃあ、その木文字を作った人は、亡くなっていたってこと？救助が遅くて間に合わなかったのかしら。遅かったといえばそうなるんだが。ともかく、発見された遺留品について、調査が始まった。人の骨は直ちに旭川医科大学で鑑定された。そして鑑定の結果、その骨は20代から40歳代の女性のものと鑑定されたんだ。女性一人でそんな場所で遭難して、さぞ心細かったでしょうね。ご冥福をお祈りするわ。さらに調査は進む。7月27日にカセットテープを再生したところ、そのうちレコーダー内にあった1本の片面には、さらにラジオ番組の録音の後に、2分17秒間、ヒトーンヒトーン区切りながら、次のように叫ぶ、若い男性の声が録音されていたんだ。ごくり、聞くのがちょっと怖いわね。S.O.S. 助けてくれ、崖の上で身動き。ちょっと、怖いわよ。普通に言ってくれる？わかった。じゃあ、どんな内容だったか伝えるぜ。SOS、助けてくれ、崖の上で身動き取れず、SOS、助けてくれ。場所は初めにヘリにあったところ。笹深く、上はいけない。ここから釣り上げてくれ。こういうものだった。助けを求めているのはわかったわ。笹深く上はいけない。っていうのと、初めにヘリにあった。ってところはどういうことかしら。その点は後で解説するぜ。テープは2本あっただろう。もう一本についても説明しておこう。もう一本のテープには、テレビアニメ、超時空要塞マクロス、および、魔法のプリンセス、ミンキーモモの主題歌や、ラジオ番組等が録音されていたんだ。また、カセットテープのケースには、魔法のプリンセス、ミンキーモモの切り抜きが使用されていた。結構アニメの好きな人だったのね。そうだ。そのアニメっていつ頃放送していたの？それがわかれば、遭難した時期がわかるんじゃない？なかなか鋭いな霊夢。絶対ではないけど、確かにある程度の推理は成り立つかもしれない。この二つのアニメは、1982年から1984年に放送されていた。ヘリが見つけたのは1989年だから、少なくとも5年前の可能性があるわけね。あくまで可能性だがな。古いカセットを、持ってきていた可能性も考えられるし、絶対じゃない。でも、古いラジオの録音とか持ってくるかしら。録音したものを、来る途中とか登山中に、聞くつもりだったんじゃない？まあ、その線が濃いとは思うぜ。さらに7月28日に行われた捜索では、新たに頭蓋骨等の人の骨、三脚、男物のバスケットシューズが発見されたんだ。男物の？ってことは男性なの？でも、骨は女性のものって検査で出たんでしょ？ああ、旭川医科大学の鑑定では、女性のものとされていた。じゃあ、二人遭難者がいたってことかしら？そうだ。そのあたりの山で行方不明になった、遭難者の情報ってなかったの？当然警察もそう考えて調べたんだ。すると、同年6月と1984年7月に、登山中に行方不明となる事故が、起きていたことが分かった。骨ってことは、そんなすぐの遭難じゃないから、1984年が当てはまるんじゃない？ああ、そういえば、さっきのテープの件も、1984年頃の内容だったわよね。ああ、ちゃんと覚えていたんだな。えらいえらい。1984年なら、テープの内容とも合致する。警察はこの1984年7月に行方不明になった、愛知県江南市の会社員男性について調べを進めた。するとこの男性の知人から、この男性がカメラを持ち歩いたり、テープに主題歌等を録音していたとの、証言が得られたんだ。じゃあ、この遺留品は、その愛知県の男性のものだったのね。ああ。遺留品のバスケットシューズのサイズや、お守りの神社の所在地も、この男性と整合することが分かった。このことから、遺留品の所有者は、この男性に絞られたんだ。なるほどね。でも、女性の骨は？どこから来たのかしら？まさか犯罪に巻き込まれたりしたとか。そのことだが、当初人骨は、女性と鑑定されていた。そのため、遭難者は男女2名と考えられていて、警察もそういった考えで捜査を行っていたんだが、その女性は見つかったの？いや、女性は見つからなかった。というよりは、そんな女性は存在しなかったんだ。どういうことなの？警察は当然、遭難者について調べを進めた。
だが、旭岳での女性の行方不明者の記録がなく、女性の遺留品も発見されなかった。それに愛知県の男性は一人で入山していたこと、女性の身元や男性との関係も不明なこと、これらのことから、捜査や報道も混乱したんだ。そうよね。いるはずのない女性が現れるなんて、すごいミステリーよ。でも、どうしてなのかしら。結局その女性は何だったの？実は、旭川医科大学は改めて、回収された骨の詳細な調査を行ったんだ。すると、実はその骨は、男性のものだったことが分かったんだ。まさかのミス？今から30年以上前の話だぜ。科学捜査もそこまで精度が高くなかったんだろう。旭川東警察署は、1990年2月28日に、最終的に、発見された人骨はすべて、愛知県の男性のものであったと発表した。遭難者は男性1名ってことね。まあ、遭難者が少ない方が良かったけど、人騒がせな話よね。とにかく、この女性騒動、問題は決着を見た。だが、それとは別に、SOS が、なぜ置かれていたのか、そのあたりについての謎も、ここから解説していくぜ。そうね。別に海の孤島でもないし、気を動かして SOS が作れるぐらいなんだから、自力で下山できなかったのかしら？そう考えるよな。調べたところ、SOS の文字を作るためには、相当の労力がかかることが分かった。推定だが、SOS の木文字は、大きな倒木を積み重ねて作られており、作成には2日程度の期間と、かなりの労力を要したと思われたんだ。この木文字は、遭難した男性が作ったものと推測されたんだが、木文字を作るだけの体力が残っていながら、男性が自力で脱出に至らなかった点に、疑問が残ったんだ。怪我をしていたのかしら？それとも、熊に追われていたとか？ああ、でも、それじゃ襲われてしまうわね。この男性が自力で脱出しなかったわけ、それは、できなかったからだという説が強い。できなかったってどういうこと？実は登山道にあたる旭岳の稜線部に、金庫岩という大岩がある。この岩は道しるべとされているんだ。金庫岩ねえ。なんだかお金が増えそうな名前ね。ところが、この岩の近くには、よく似た、偽金庫岩という大岩もある。偽金庫岩？なかなかのネーミングセンスね。似てるなら、名盤を貼っといてほしいわね。実は登山中に誤って、偽金庫岩を目印に下山すると、男性が発見された遭難地点付近にたどり着くんだ。遭難地点上側の斜面は、横倒しに生育する笹原になっており、上部からは株へ侵入しやすい地形なんだが、下から上は登りづらいこと、さらに、遭難地点の下側は崖状になっており、脱出しにくい地形であることもわかっている。一度入ると出られない地形ってこと？そんな怖いことあるのかしら。それに笹原って、頑張れば抜けれそうなイメージだけど、それが相当脱出が困難だった、いや不可能だったようだ。このことは、遭難が発覚した数日後に、現地を訪れた報道機関の取材班が、遭難現場から脱出不可能な状態となり、救助されたことからも、裏付けられたんだぜ。そんな恐ろしい場所があるなんて、普通わからないわよ。男性は間違って進み、心態極まってしまい、救助を求めて、SOS の木文字を作ったんだと考えられている。苦しい状況の中、必死に作ったものだったのね。また、いたずらに動き回って体力を消費するより、一箇所に留まって救助を待つ方がいいと、判断したのかもしれないな。SOS の声は、やっぱり男性のものだったの？そう思われる。SOS の録音がされた理由は不明だが、身動きが取れなくなった男性が、衰弱して声が出せなくなる前に、捜索隊に声が届くように録音した可能性が考えられる。また、このテープがレコーダーに装着されていたことから、助けを求めて動いている際に、偶然スイッチが入って、録音されたという推測がされているんだ。ヘリに言及してるし、助けを信じて、必死だったのかもしれないわね。かわいそう。でも、男性はヘリを見てるってことは、彼が生きてるうちに捜索はされていたわよね。見つけられなかったのかしら。そうだな。山の中でいくら大きな SOS とはいえ、発見するのは容易じゃない。結局彼は助からなかったわけだし。でも残念ね。そんなに時間が経ってから見つかったなんて、余計切ない気持ちになるわ。実は SOS の木文字については、林野庁が1987年9月20日に撮影し、国土地理院の地形図作成に使用された。空中写真にも写っていたことが確認されたんだ。でも、その時には気づかなかったわけでしょ？やっぱり発見するのは難しかったのね。ああ。だが、SOS のおかげで、彼は見つかることができた。命は助からなかったことは残念だが、遺族の元には帰ることができたんだ。そうね、そう考えるしかないわよね。ご冥福をお祈りするわ。でも、どうしたらこういった遭難事故を、防ぐことができるのかしら？
そうだな。当然情報収集、装備などの準備、余裕を持ったスケジューリング、何より自分の実力に合った工程を選ぶ必要があるな。そうね。でも、私みたいな素人が山登りって、ハードルが高いし、どうしたらいいかわからないわね。まあ、そういった人に向けて、初心者用のコースやルートがある。それに今は装備については、いろんな情報が集められるし、丁寧なガイドブックもたくさんある。時間とお金をかけて、しっかりと準備をすれば、事故の確率を下げることはできる。そうね。あとは体力づくりかしら。体力づくりもいいし、自分の体力に合った山やルートを選ぶことだな。彼を知り、己を知れば、百戦危うからずだな。ふむふむ。それに、まずは単独行でなく、複数の人数での登山がいいだろう。複数登山での遭難者における死者、行方不明者の割合が 6.5% であるのに対し、単独登山における遭難者1117人のうち、死者、行方不明者は180人と 16.1% だ。単独登山は、トラブル発生時の対処がグループ登山に比べて、困難になることが多い。やはり信頼できるリーダーを中心として、複数人による登山が望ましいだろうな。じゃあ、今回の遭難事故も、もし彼が単独行でなければ、助かった可能性もあるかもしれないな。あくまでたらればでしかないが。やっぱりマリサと登山に行くしかないわね。急にどうしてそうなった？だって一人じゃ危ないんでしょ。これだけ解説してくれるマリサがいれば、どんなとこでもへっちゃらよね。いやいやいや、俺は頭脳労働専門だ。肉体派のやつを探してくれよ。何言ってるの？知識と知恵で全てを凌駕するっていうのも、かっこいいじゃない。いや、そういうのいいから。勘弁してくれよ。いいえ、必ず連れてってもらうわよ。絶対にね。わかった、しょうがないな。とりあえず探すよ。でも、それまでにしっかり情報収集しないとな。そうね。もし私たちに何かあったら、このチャンネルの視聴者が泣くものね。危険な目に遭わないよう、十分注意するわよ。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしい危険が潜んでいるかもしれない。私たちみたいないい隣人だけじゃないわ。もし、こんな危ないこと知ってるって人がいたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。